エローラセックツ軍、エローラセックツ軍、エローラセックツ軍、エローラケイブスは、インドムンバイの東にある、アウランガーバード郊外の世界的に有名な、セックツ軍である。エローラセックツジーン軍とも言う。エローラは、インドのマハーラーシュトラ州、アウランガーバードから30キロメートルほど離れた村で、ある。ここに、世界的に有名な、エローラセックツジーン軍がある。 このエローラにある岩を掘って作られた石窟寺院群はその典型的な遺跡として知られている。34の石窟がシャラナドリ大地の垂直な崖に掘られており、5世紀から10世紀の間に作られた仏教、ヒンドゥー教、ジャイナ教の石窟寺院や修道院などから構成されている。仏教寺院の数は12窟で石窟寺院群の南端に位置する。 1> 第1靴から第12靴がそれにあたる。ヒンドゥー教寺院は、第13靴から第29靴までの17靴。北端に位置する、第30靴から第34靴までの5靴が、ジャイナ教の寺院となっている。それぞれ石窟は近接している上に作られた時期も、重なっている。石窟寺院群は、南西方向に面した崖に掘られている。東に掘られているものほど古く。 西に行くほど新しい。東のものはほとんど仏教石窟で、中央付近のものはヒンドゥー教、西の方のものはジャイナ教の石窟寺院となっている。年代も仏教の石窟が最も古く、次にヒンドゥー教、ジャイナ教の順で新しくなっていく。仏教の石窟寺院はまさに石窟で、狭い導入部と広い奥の空間という構造のものが多い。 ヒンドゥー教の石窟寺院は、初期のものは仏教石窟と同じような構造をしているが、中期のものは複数の入り口や窓が設けられ、いくらか開放的になっている。さらに、後期のものになると完全に掘り下げられて、広間が中庭状になっていたりする。カイラー・サナータ石窟寺院に至っては神殿そのものが完全に外部に露出してしまっている。 ジャイナ教の石窟寺院は、ヒンドゥー教皇期の様式を真似ている。外部に露出した神殿もある。石窟は小規模だが装飾が多く、それぞれの石窟は連結されている。初期の仏教は、己の救済だけ追求する内向的な思想であったという。そのため瞑想室のような平空間を必要とした。時代が下がるにつれ、 徐々に宗教は大衆を救う大乗的なものに変化し、それにつれて、石窟寺院も開放的になっていく。ついには石窟そのものが必要なくなりエローラは放棄されたと言われている。エローラ石窟寺院群で最も古い時代のものが仏教の遺構で、それらは5世紀から7世紀の間に作られた。近隣にあるアジャンター石窟群の仏教窟と同様に、 エローラの仏教窟にも二種類の石窟がある。一つは、ビハーラ窟で、エローラの仏教窟の大半がこの様式である。ビハーラ窟は日本語で言う僧帽や、僧院のことで、修行像がここで生活しながら、瞑想を行った。ビハーラ窟には瞑想室を中心として、栗、寝室などの二重設備が作られている。二重設備が多いためビハーラ窟は、階層構造となっている。 大きな岩屋が多い。もう一つは、仏塔のあるチャイティア靴である。チャイティア靴は石窟には、菩薩と聖者を従えた仏陀の像が彫られている。今でいう仏殿や本堂である。初期、中期のチャイティア靴は、最奥部に仏間があり、仏間の中央に仏像が彫られている。中央の仏像の周囲には、各種の菩薩像や天女が彫られている。これらの仏像は、 雑然と並んでいる。現在の日本のお寺でよく見られるような幾何学的な配置はしていない。日本では法隆寺五重等の初茂内人にあるネハン像や入滅の場面の彫像群に同じような衣装を見ることができる。後期のものは吹き抜けのようなホールがあり、採用部にストーパを背にした仏像が安置されている。ビハーラ靴にしてもチャイティア靴にしても 元々は木造である僧院と仏殿を模範としているので、石窟の内部には木造構造を模した柱や漁が掘られている。第十窟はビシュバカルマ窟といい、一般的には大工の石窟と言われ、仏教石窟の中で最も有名な石窟である。第十窟はチャイティア窟で、仏教石窟の中では最後期のものである。 この岩屋の天井の高いホールに入ると奥にあるストゥーパが目に入る。ストゥーパを背にして高さ15フィートの説法をする仏陀の像が鎮座している。ヒンドゥー教石窟は7世紀頃から作られ始めた。これらのヒンドゥー教石窟は掘削技術と美術的観点の2つの面からいくつかの異なる様式を乱すことができる。これらの石窟は上から下に掘られているものが多い。 いくつかの石屈寺院は非常に複雑で、その完成には数世代の期間を要したと思われる。第十六屈はカイラサナータ寺院、あるいはカイラサ寺院と呼ばれ、エローラで最も重要な石屈寺院である。エローラすなわちカイラサナータ寺院と思っている人もいるほどエローラを代表する石屈である。この巨大な彫刻は、 ラーシュトラクータアサの君主クリシュナ一世の命により、カイラスさんをイメージして掘られものと考えられている。クリシュナ一世は、パッタダカルのバーダーミのチャールキアアサの建築をモデルに、しつつ、岩山から寺院を掘り出すアイディアは、パンラバ町のマハーバリプラムの、ラタにヒントを得て、それを凌駕しようとする寺院を作り出すことで芝神を、祭り、王朝の権威を示そうとするものであった。 カイラ・サナータ寺院は、アテネのパルテノン神殿の倍ほどの規模があり、石窟というより一つの高層建築物にしか見えないが、紛れもなく一つの岩から掘られたものである。カンボジアのアンコールワットやインドネシアのボロブドゥル遺跡も同じく、カイラス山をイメージして作られたものだと言われている。すべての彫刻は2階以上の階層にある。2階層の出入り口は、 夕方の中庭になっている。その中庭は彫刻のある三階層の回廊によって縁取られている。その回廊は巨大な彫刻パネルによって区切られており、それは様々な神の巨大な彫刻を含む一つの女性寄贈になっている。もともとはこの回廊は中央の寺院といくつかの空中回廊によって結ばれていた。これらの空中回廊は今は崩れてなくなっている。 この中庭には二つの巨大彫刻がある。一つは、伝統的な芝寺院によく見られるように、神聖なオスのナンディナンジ、芝の乗り物であるメウシの像が、中央寺院の林画に面するようになっている。第十六靴では、このナンディマンダプと、中央寺院、芝寺院は、それぞれ約7メートルの高さがあり、二つの階層により、構成されている。 ナンディマンダプの低い方の階層は二重構造をしており、成功で絵画的な彫刻により装飾されている。寺院の土台は像が建物を支えているような彫刻になっている。岩の空中回廊はナンディマンダプと中央寺院の玄関を結んでいるものだけが現存している。中央寺院は南インドでよく見られるピラミッド型の構造をしている。神殿は列中、窓、 内室と、外室と、階段状のホール、巨大なリンガを備えている。そして、小室、壁、窓、心臓の収められた神棚、ミトゥナ像、ミスニスエロチックな男女像、その他の像などが岩を掘り出すことによって作られ、空間を埋め尽くしている。さらに、入り口の右側にはビシュヌ派の神者ら、左にはシバ派の神者ら、シャイベイトの像が作り込まれている。 中庭には二つのダバジェストンバス、旗竿付きの柱がある。これらのカイラス山を持ち上げようとしているラーバナの壮大な彫刻は、インド芸術における記念碑的存在である。この石窟を作るには、二十万トンの岩を掘り出し、百年の歳月を必要としたという。第十五窟打者アバターラ窟も印象的なヒンドゥー石窟である。広い中庭には、 カイラーサナータと同じく露出した神殿がある。中には何もないが、透かし彫りの窓があり、これも岩盤から掘り出された地球の一部である。中庭の周りには、マンションのような石窟がぐるりと囲み、ここには戸柱のビシュヌ人の化身と牛の像、シワガミの像がある。第21窟ラメーシワラツには入り口に、女神の皮が掘り込まれている。 第29窟で埋まるレーナも印象的な石窟である。ヒンドゥー石窟としては最も西にある石窟である。この岩屋は丘の尾根の部分に作られており、大きな入り口が2つある。片方は川に面しており、テラス状になっている。もう片方は岩盤の大きな割れ感に通じており、いくつかの彫像が配置されている。青空の下にある他の石窟の入り口と違って、 非常に神秘的な雰囲気がある。石窟の内部は広く、特に天井が高い。この大きな空間に巨大なヒンドゥーの神々の立像が配置されている。ジャイナ教の石窟は他と比較してそれほど大きくはないが、繊細で複雑な構造を持ち、一種の芸術的作品となっている。第32窟はジャイナ教の石窟で、チョーター・カイラ・ー・サナータと言われ、 石窟の正面の中庭に、第16窟と同様に外部に出現した神殿がある。第16窟と大きく違うのは、石窟の方も充実していることである。第32窟の石窟の中は、ジャイナ教の神殿となっており、天井には、蓮の彫刻が見られる。また、第34窟には美しい女神が、 豊かに実ったマンゴーの木の下で、ライオンの上に座り壮麗な死体を見せている。もちろん心臓はこれだけではなく数多くの心臓が壁を埋めている。ジャイナ教石窟には豊富な天井画が見られ、今でも多くの天井画が残っている。他のジャイナ教の石窟も繊細な彫刻と複雑な内部構造を持っており、互いに内部で繋がっている。そのため、訪れた人には、 教会がはっきりわからなくなっている。ジャイナ教の石窟寺院は中庭の神殿とそれを囲む充実した石窟寺院群から構成されるが、この構成は現代のジャイナ教の寺院の特徴となっている。現代のジャイナ教寺院は中央部に神殿があり、それを中庭を挟んで外角がぐるりと囲っている。この外角は仏教寺院の簡素な回廊と違って充実したもので、 立派な塔や昇神殿が付随した立派なものである。エローラのジャイナ教の石窟寺院は、まさにジャイナ教寺院の原型とも言えるものである。アジャンター石窟寺院群が、エローラの近くにあるので、アジャンターとエローラを組み合わせたツアーが、多くの会社から販売されている。アウランガーバードがアジャンター、エローラ観光の拠点になる。アウランガーバードは、ムンバイから内陸に入った町で、 ムンバイから多数の列車やバスが出ている。航空機もムンバイからの便が1日4往復ほどある。アウランガーバードからエローライはバスかタクシーで30から40分ほどである。途中、有名なダウラターバード要塞のすぐ前を通る。入場口付近には10軒程度の飲食店があり、飲料水などはそこで買うことができる。敷地内には駐車場があり、 オートリクシャーが待機している。エローラ石窟寺院群はおおむね作成された年代順に南から北へと並んでいる。現在では主な石窟間は舗装路が整備されており、さらに路上に石窟への行き先が番号で表示されているため迷う心配はほとんどない。全部で34窟あるが隣接した石窟が奥の方で接続されているなど、その内部構造は 非常に複雑である。また、壊れていれないものもある。第1靴から第16靴カイラー・サナータ寺院までは、歩道が整備されている。第17靴から第29靴までは、一部苦手に、作られた参道のようなところがあるが、遠回りをして、そこを避けることもできる。第30靴から第34靴は、他の石靴から1トル弱ほど離れているため、 オートリクシャーで移動する観光客が多い。夏季だと気温が40度を超す。入場口付近以外には飲食店はない。乾燥しているので暑さはそれほどでもない。石窟内部は夏季でも比較的涼しいが移動中は強烈な日光にさらされる。一帯は西側厚山脈の比較的平坦な白亜紀に噴出した玄武岩が広がるデカントラップの一部である。 石窟はこの玄武岩に掘られている。より翻訳、著者、楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。